ここで講義を開くのかい、ミッキー。そうなんだ、オリバー。エージェントの卵たちにエージェントになるためのコツを話してほしいそうだ。それは素晴らしいことだね、ミッキー。でも、なんでそんな浮かない顔しているんだい？カフェでおしゃべりをするなら何時間でも付き合ってあげよう。だけど、養成講座なんて硬いのはどうも苦手でね。そう構えなくていいんじゃないかな。君が今までミッションで経験してきたことを話せばいいのでは？ふん。どうかな。どれも平凡な内容ばかりさ。例えば？車でちょっとした荷物を運ぶミッションの話なんてしても面白くないだろ？どんな荷物なの？猛毒の液体。それはちょっとした荷物じゃないな。一体どんな車なんだい？その猛毒がパンパンに詰まったタンクローリーさ。どうしてそんなものを運んだんだい？ある組織がそれを使って悪いことをしようと企んでいたから奪い取ったのさ。追っては来なかったのかい？来たね。ドライブにしては少し派手になってしまったが楽しかったよ。十分面白いと思うけど、君にとってそれくらいは平凡な出来事なのかもね。お、そうだ、オリバー、君も一緒に登壇してくれないかな。僕がかい？君の愛の手があれば聞いている方も理解しやすいし、何より僕が話しやすい。ボスには僕から言っておくからさ。ああ、でも君の好きなドーナツをおごるよ。しょうがないな。決まりだ。君がいれば100人力だ。じゃあ後で君が今まで遂行してきたミッションの話を聞かせてくれよ。ああ。ところで次のミッションの話を聞いたかい？あのニコラ・テスラが残したというかけらの回収だろ。なかなか面白そうなミッションじゃないか。どうやらジャパニーズスパイが動いているらしい。わお、ジャパン大好きだよ。テスラのかけらをめぐる僕らの活躍はテスラノートブルーレイボックスを見てくれ。このエージェント養成講座も全編収録されているよ。